はいどうもお疲れ様です。12月1日、12月最,最初の相場解説です。えっ、ー、と、今6時10分なんですけども、冷やしを見ていただいてるんですよ。おそらくですね、もう、円安の方向に向かうというふうに一方的に思ってる人は少なくなったんじゃないかなと思います。あれほどね、 170円、180円、いやいや、200円、500円だって言ってる方もいらっしゃったんですけども、なんか、そういう風な話が出てきたところで、まあ、この話は終わるんだろうなと思いまして、今、どんどんね、円高の方向に向かっております。まあ、とはいっても、今年の最初の水準が115円ぐらいだったんで、まだまだね、円安の方向に触れまくっていたということで、多少、揺り戻しが起きたっていう程度なんですよね。 で現在の価格が138円の、まあ、ジャストぐらいですで冷やしを見ていただくとお分かりのように上の方に向かう圧力ってのはもうなくなってどんどん、えー、と折れ曲がるたびに下の方に向かっているっていうところが見て取れると思います、まあ、ですんでねこれが下げトレンドになっているっていう風な判断なんですよ冷やしではもう完全に下げトレンドでこちらの安値もやっぱこう更新してますからねこれからますます下がっていくんじゃないかなと 例えば、こことかももう下がりましたからね、ここも突き破っていってしまったんで、ほらね。ですんで、えー、今後、流れとしては、今見えてる横ばいっぽい形から、右肩下がりの方に向かうというふうに、冷やしを見ていきますね。はい、それで4時間なんですけども、今回はちょっとね、面白いことが起きました。4時間軸で見ると、はっきりわかるんですけども、上底と下底を、まさにね、横断するような陰線が出てるんですよ。 で個人的にこれは私は取れたんですけども、それも深夜営業してればなんですよ。FRB の、ね、発表があったんですよ。FX オリガルの動画を2本上げて、そこには、ね、詳細をお話してるんですけども、ここでは簡単に言います。えっ、ー、とね、まずはね、えー、途中、まあ、1時間で見た方がいいな。1時間で見ていきましょう。1時間で解説していきます。えー、まずね、えっ、ー、と、ブレイクポイントを設けて、 バイの方に行く流れを作って昨日はあの動画を終わったんですよ。上程と過程がここでしょう。で、あるポイントを超えたら上の方に行くからそれを取りましょうって感じで、えー、ロックを書いしいたんですよね。まあそうしたところ、何回もロスカットを食らいながら結局、ここに達するところまでで利益は取れたんですけども、じゃあ木曜日の朝の展開として、この辺りで連上を新たに作るんじゃないか、もしくはまた、 このレンジ内に戻るんじゃないかな、いかこの2つを見ていきましょうというふうに言ったのが3時過ぎだったんですよで3時半ぐらいになったらね FRB の発表があってそれによってアメリカの利上げっていうのはこれから抑えていくよっていうのに反応してこれができたんですよこのズバリが。 です、ね、私も慌ててエントリーしますよね、セルの方うで、まあ、それで大きなリハバをもう一回取れたというところで今に至るわけなんですけども、だから深夜ね、起きててニュースを見ていたりとか、いわゆるチャートに張り付くってことは、あのファンダメンタルに対応しやすくなるってことなんですよ、まあ、ですんでね、テクニカルをまずは攻略するために私たちやってるわけですから、この深夜のブレはあんまりね、気にしないでください、あのボーナスみたいなもんなんですよ。テクニカルを 徹底的にやり込めるその次にはファンダメンタルが待ってますけども、ファンダメンタルやろうと思ったら、基本的にね、いつでも相場に対応できるような、チャート張り付き状態になる必要がありますんで、まあ、これは FX 専業になってから考えればいいですからね。 今 FX 副業だと思いますのでテクニカルで毎月5万とか10万みたいなのを作れるところから目指していけばいいと思います。あとは投入する資金によって利幅が変わってくるってことなんで、まずね、コツコツデモトレードを、まあ、半年とか1年でもいいですからやっていって、えー、自分のトレードがね、1000回とかを超えていったあたりからだいたいテクニカルに自信が持てるようになってきます。というのもテクニカルって別に自信を持たなくてもその通りにやればいいんですけども、やっぱりね、怖いでしょ。勇気がいるでしょ。分かっていても。 ダブルトップだと言ってもセルで入れるかって言ったら、いや、でもなと思うじゃないですか、で実際、高い確率でダブルトップの後はセルに行くんですけども、高い確率でなんですよ、中にはそうじゃないこともありますんで、そこでね、やっぱりビビっちゃうんですよ、でビビらないためには、やっぱり何百回も1000回もトレードをしてみて、確かにほとんどの場合で利益取れてるよねっていうふうな、自分の実績が必要なんですよね。 まあそれが精神力を支えるという話を深夜もさせていただきました。じゃあ、こっからの値動きですけども、今度はね、半年戻し、前年戻しが起きるかもしれないんで、それを午前中見ておかなくちゃいけないんですけども、半年戻し、前年戻しが起きたら、そしたらレンジランオプションに戻ります。これはテクニカルのいつものパターンなんで、レンジオプションこういう風うに引くでしょ価格はもう言いませんけども、決まってますよね、ずいぶん前から。じゃあ、半年戻し、前年戻しがあるとどうなるかっていうと、この内側でまた展開されるわけですよ。だから、 FRB の発表があったけども結局はこの辺りの数字また戻ってくるんでやりやすくなります。で別の見方としては今回の FRB の発表に影響されてですね多くの投資家さんがその金額を動かして円高の方向に寄せていく可能性があるんですよ。そうなると今図を書いたところで値動きっていうのが展開される恐れがありますから今までのレンジジャンオプションは忘れてですねまた別の レンジを模索するってことになります。場合によってはトレンドが起きて一方的にね、円高の方向にガンガン行くかもしれませんけど、その確率は低いと思います。というところで本日はまとめさせていただきますけども、うん、あの、午前中はしっかり見ていくことになりますね。うん、だからそれをしない限りレンジアンプションに戻るのか、それとも新しいマーケットを作るのか分かりませんのでね、えー、午前中はしっかり見ていきましょう。はい、それでは以上です。また追加しますんで、オリガルヒの皆様はその時にお会いしましょう。